どうも、九州タワーズの大輝です。今回ですけども、最近購入したアイテムをドドンとご紹介していきたいなと思います。最近購入したアイテムなんですけど、まあ、ざっくり言いますと、以前動画で出された番外編町田でお買い物みたいな感じで、まあ、僕が多分ジャケットを購入したっていうのは、ご紹介したんですけど、まあ、それ以外にも買ったアイテムっていうのがあったので、そちらを一緒に、ご紹介していきたいなと思うのと、あと最近発売した JW アンダーソンと、ユニクロのコラボのアイテムで僕が買ったアイテムを、紹介できればなと思っております。はい、ということで早速なんですけど、ご紹介していきたいなと思います。まず1点目がこちらです。こちらですね、以前の動画で、町田の動画で僕が購入しますって言って購入したジャケットになりますね。こちらですね、60年代ぐらいのストアブランドのジャケットになってます。まあ、だから別になんかこうブランドがあるとか、かなり価値があるというよりは、僕はもう本当にこの色味と形で購入させていただいたって感じになりますね。まあ、その時ですね、バーバリーのジャケットとコンプレット、悩んでたんですけど、こういうね、からし色のジャケットがね、僕の肌の色にすごく合うなと思って、今回こちらを購入させていただきました。ちょっとね、羽織ってみます。はい、で実際着てみた感じはこんな感じになってますね。どうですか、結構ね、肩もしっかり肩パッドが入ってるので、動画でも言ったんですけど、本当にボックスシルエットになってるようなジャケットですね。でこれですね、個人的な格好としては、以前僕が購入したですね、こちら高円寺で購入したパンツですね、ランチャーパンツを、ボトムスに持ってきて、このジャケットでインナー白のこういった今ダンのバックティーを着てるんですけど、まあ、T シャツで、着ていきたいなと、もうがっつり70年代みたいな格好していきたいなと思っています。はい、で帽子をね、このセーラーハットでっていう感じですね。すごくなんかね、まあこのジャケット買って結構時間経ってるんですけど、その格好も何度かしてて、個人的にはお気に入りのコーデの中の一つなので、またどこかで動画できたらなと思います。はい、ということで1点目でした。はい、続いてですね、2点目に行きましょう。はい、で2点目がですね、こちらです。はい、ということで、どこかね、見覚えがあるかもしれないですけど、こちらですね、またこちらも以前の動画でご紹介したというか、このジャケットと悩んでた、バーバリーのジャケットになっております。ということでね、まあ、こちらのジャケットなんですけど、まあね、こちらを買えますって決めた後に、本当にこちらだけ購入しました。そしたらですね、まあ、そのお店でこう会員カードというか、ポイントカードというかですね、そちらがありまして、なんか誕生日付きの方 20% オフになりますみたいな。で、僕たまたま誕生日付きだったんで、あ、じゃあこちらのアイテム全然 20% でも大丈夫ですよと、すごくこうサービスしていただいて、あ、20% オフだと、じゃあこのジャケット買っちゃおうかなと。まあ、なかなかね、まあ、また行きたいなとは思ってるんですけど、町田には行く機会もないので、じゃあこの機会に購入しようかなと思って、はい、こちらのね、ジャケットを購入させていただきました。で高尾さんも正直気になってるから、まあ、最悪なんか俺が買うわみたいなことも言ってくれてまあまだ僕がね、全然所有してるんですけど、今回ね、結局こちらのジャケットも購入したということになっております。ちょっとね、こちらのジャケットもね、着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。まあ、こちらはですね、かなりこう、もうオーバーサイズのジャケットになってます。まあ、僕らのね、身長というか体型でオーバーサイズのジャケットを探すっていうのはね、古着で探すっていうのはかなりちょっと難しいというか、あんまり僕は出会ってないので、まあ、この絵がまあ一番今まで出会ってきた中で一番大きいサイズなのかなと思います。まあ、やっぱね、白 T に合わせるとやっぱりジャケットは少しこうまとまるかなと思います。まだね、このジャケットね、下にパンツに合うものがね、僕の中でしっくりくるものがまだこうなくて、まあ、それを悩んでる途中なので、またね、しっくりくるコーディネートができたら動画にできたらなと。はい、ということでこちらが1点目です。3点目なんですけど、こちらです。ということで、3点目がですね、チャンピオンのスウェットになります。こちらですね、町田の動画で、高尾さんの方の動画かな、そちらの動画で、ダメージ動産に足を運んだ時に、僕が購入したアイテムになってます。高尾さんの動画ではね、これどうこれどうと、こうブルーのチャンピオンのスウェットをいくつか勧めてたんですけど、その中の1つですね。はい、まあ、チャンピオンといえばね、こうリバースウィーブとか、まあ、そういうイメージはあるんですけど、まあ、こちらはね、リバースウィーブのアイテムではございません。まあ、そこにね、なんかこだわりはあんまりなくて、この本当にターコイズブルーっていうんですか、この色味と、まあ、サイズ感ですね、まあ、そこに、まあ、惚れて今回こちらを購入させていただきました。はい、ということでね、こちらちょっと実際に着てみたいなと思います。はい、ということで着てみました。どうですか、
結構ゆったりめなんですよね。着丈も袖もちょっと丸ぐらいのシルエットにはなってます。こちらですね、実はブーマーとの、ブーさんとのコラボ動画からあちらの方に僕が、一緒に出させてもらった時に着てたスウェットなので、これもどこか見覚えがある方いるとは思うんですけど、こちらもね、古着屋さんでダベージドーターで購入させていただいたアイテムになってます。まあ、こちらはね、まあ本当にブーマーちゃんと動画の時も着てたんですけど、フレアの、ブルーのデニムとかと合わせて本当にもう青なんですけど、こうコントラスト出して、まあそういう着方をしていきたいなと思っていますね。はい、ということで今町田のね、アイテムを3点ご紹介させていただきました。ちょっとね、数が多くなるんでどんどんいきたいと思います。ここからはユニクロと JW アンダーソンのコラボのアイテムをご紹介していきたいなと思います。はい、ということでこちらですね、結構ね今回かなり絞りました。結構袋もねなので小さくなっております。でね、まずユニクロとか、まあユニクロといえばなんですけど、消耗品、靴下ですね。この靴下はねすごくやっぱお買い得だなって思いましたね。ユニクロ JW アンダーソン、僕がね去年の今頃かな、ユニクロじゃなくてあの JW アンダーソンのソックスを7000円で、3枚企画で購入したと思うんですけど、こちらですね3点で1000円となっております。まあ、結構これ以外にも何色か色味があったので、ぜひですね気になった方はチェックしてみてください。本当にこの3点はおすすめだと思います。毎回あの買ってよかったなって思うアイテムだと思います。色味は一番これが個人的に気に入ってます。はい、ということで一番の目玉なんですけど、自分の中でというのがですね、最後のアイテムです。こちらですね、リバーシブルハットになります。はい、ということでもうこれはね正直買ってすぐね僕つけたくなってつけてるんで、もうタグが外れてるアイテムなんですけど、まあもちろんね今表地がカーキの生地となってるんですけど、これリバーシブルハットなんで、こういった感じでまあフラワーというか花柄の、総柄のハットにも変わると。はい、まあ個人的にはね、まあ、こっちのね色味も好きなんですけど、このカーキの色でかぶっていきたいなと思っています。ちょっとねこれかぶってみます。はい、いかがでしょうか。まあ、こちらですね、この表地っていうか生地感はねコットン100で、どこかねこれリカルド・メッサのねあのドラゴンツールの生地感に似てるんですよね。まあ本当に似てるだけの話なんですけど、で色味がですね3色ありましたね。ブルーっていうかちょっと青みの強いブルーと、まあネイビー、ちょっと黒に近いネイビーとこういったカーキですね。でこちらのねカーキもすごく気に入ってます。で何がね一番気に入ってるかと言いますと、このねやっぱねかぶった時に裏地が見えるのがねすごくいいなと思ってます。でこの黄色がねかなり効いてるんですよ。まあ例えば今ブルーのアイテムに合わせてるんですけど、まあ堺のドッキングの、カーディガンと合わせようと思った時に、まあ、ちょっとグリーンが入って同系色になってちょっと嫌だなっていう感じもあるんですけど、ここのね、黄色と白がねワンクッション入ることでバランスが取れたような感じになるので、これが本当に効いてるなって思って、もうここ3日間ずっとこの帽子をねかぶっているぐらい、ナインテーラーこれをかぶらなくなるぐらいこれ気に入ってますね。まあ、色味もねすごく春っぽい色味で使いやすい色なのかなとは思います。正直ねこれも2個買いになりました。でもその時はレジでやっぱこっちやめますっていう形で返しちゃったんですけど、買っとけばよかったなって思ってます。おそらくねもうセールのタイミングが今度そうユニクロに手に取るタイミングがあれば購入するのかなと思います。それぐらいこのハットは気に入ってます。まあ、他の商品なんですけど、本当にね、仕事中というかお昼休み中にパッと渋谷のユニクロに行って見てきたので、あんまり時間がなくてゆっくり見れてないんですけど、レディースのやっぱりトレンチコートすごく良かったなと思います。あとですね、まあ、JW アンダーソンがインラインが好きな方でボーダーのパーカーとかボーダーのアイテムをよく買うって方はパーカー、あれはすごくね、うわこれ出たらなんか買いにくいなみたいなと思うぐらい、クオリティもやっぱ良かったというか近かったし、そのアイテムの雰囲気も近かったかなと思いますね。あれがね2000円なんで、パーカーもっと4万円ぐらいするんで、別比べるもんではないんですけど、すごくコスパがよく感じましたね。だからまあ着こなせる方はねす
僕あれを手に取るのはいいのかなと思ってます。あとですね、シャツ類とか、まあ、その他すごく良かったんですけど、まあ僕結構 JW アンダーソンユニクロっていうのは毎シーズン買ってきてて、そのシャツもねめちゃめちゃこう着倒してるわけじゃないんですけど、こう着たいなと思ったタイミングで着るように今持ってるので、まあ、そちらとあんまり大差はないかなと思って今回は購入してません。なのでまあ持ってない方はぜひ買ってみるのもいいのかなと思います。ぜひですね、気になった方は、まあ、オンラインでもいいですし、店頭に行ってチェックしてみていただけたらなと思います。そして JW アンダーソンを知っていただけたらなと思います。はい、ということで今回はですね、以上5点かなご紹介させていただきました。結構僕の中でお気に入りのアイテムが努力を多くて、普段コーディネートに取れているアイテムなので、まあ、今回このような形で紹介できてよかったかなと思っております。ということで、ちょっと長々となってしまったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。